ノースゲートビルディングオフィスタワーノースゲートビルディングは JR 大阪駅の北側にある駅ビル。ビルの正式名称は大阪駅に北ビルである。旧大阪駅、北ビルと大阪駅99.1011番乗り場の跡地に建設され大阪駅と直結している。サウスゲートビルディングと共に巨大複合商業施設である大阪ステーションシティを構成している。 ノースゲートビルディングは、西側の高層棟と東側の低層棟から構成され、中央部には巨大な吹き抜け空間であるアトリウム広場が設置されている。延べ床面積は21万平方メートル。ファッションビルのルクは、大阪やシネマコンプレックス、伊藤中小寺大阪本社などが入居する、オフィスなどで構成される複合商業施設である。 大阪ステーションシティとして開業した当時は、ルクア1100は、百貨店の JR 大阪三越セタンとして開業したが、周辺の百貨店との競合による売上不振のため、2015年にファッションビルに転換を行った。2011年5月4日に開業し、初日には約50万人が訪れた。同年6月3日、開業1ヶ月で、 来店客数が1000万人を突破した。ビル西側の地下2階から10階までに出店する。以前は JR 西日本伊勢丹が運営する百貨店であり、三越と伊勢丹の経営統合の象徴として、三越伊勢丹の名で初出店した店舗であった。しかし、業績不振による2014年夏の一時閉店の後、2015年4月にファッションビルである、 ルクア1100としてリニューアルした。ビル東側の地下1階から10階に入居する JR 西日本 SC 開発の専門店街である。ルクアという施設名は、ライフスタイル、アーバン、カレント、アクシズの頭文字であり、ルックアップ、歩くともかけて命名された。ルクア1100とアトリウム広場を挟んで隣接している。 ビル東側の11.12階に入居する12スクリーン、約2500席を備える関西最大級のシネマコンプレックスで、小畜マルチプレックスシアターズ東方シネマズティジョイの大手3社が共同で運営する。これは札幌シネマフロンティアに次いで2例目となる。3D スクリーンは合計4スクリーンを設置され、3D 上映システムは日本初上陸の ネストリ 3D シネマシステムを採用している。なお、この施設の開業に伴い、小築系の梅田ピカデリーは2011年1月16日をもって閉館した。ビル1階北側にある。 バスターミナルで、ノースゲートビルディング完成まで、大阪駅桜橋口にあった高速バス乗り場と、御堂筋北口にあった阪急バスと大阪市営バスの、バス乗り場を集約させる形で設置された。JR 大阪駅開業を三越伊勢丹など、同時オープンし、初日は、計50万人来店。産経新聞。オリジナルの2011年7月28日時点における。 アーカイブ。https://web.archive.org/web/20110728142957/http://sankei.jpmsn.com、エコノミー、ニュース、11504。 ビズ11兆504億2229万 12N1HTM2011 年5月6日閲覧 JR 大阪駅の新駅ビルの来店者1000万人突破開業1ヶ月で産経新聞 http コロンスラッシュスラッシュ SANKEI.jpmsn.com リージョンニュース11604 OSK11 兆604億821万 6N1HTM2011 年6月6日閲覧大阪梅田ピカデリー閉館決定来年1月16日でスポーツ日本新聞社2010年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年11月7日閲覧関能寺エクスプレスのように 西日本 JR バスが運行せず、JR バス他社の単独運行となる路線もある。大阪本社移転に関するお知らせ。伊藤中正寺。2011年4月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月4日閲覧。ルクア、ありがとうございます。